おはよう。しかし、あなたは早くここに着きました。まだ午前2時ですが、学校は午前7時半まで開きません。ああ、学生たちの喧騒から逃れるために授業前に私に会いたかったのですか。それでは、自己紹介をしたいと思います。私は坂本定一、幽霊です。でも、私を恐れる必要はありません。私は優しい幽霊なので、決して誰かを呪ったりはしません。校長の木村先生が私を学校の幽霊として雇ったのは、私自身もこの学校の生徒だったからだ。私はこの教室で亡くなりました。私は職人で、小さな修理をすることになっていましたが、脳卒中により命を落としました。しかし、私はまだ23歳で、自分の仕事に情熱を注いでいたため、幽霊となってこの世に戻ってきました。私は幽霊としての自分の存在にとても満足しています。私は一つの場所に縛られていないので、いつでもどこか別の場所に出没することができます。この中高一貫校の生徒たちは私に敬意を示し、愛しています。毎朝、全員が玄関で私に挨拶し、私の存在を喜んでくれます。私はいつも一日に2回出没します。1回目はいつも早朝の午前2時から午前3時半まで、2回目はいつも授業中の午前8時から午後6時までです。私は生徒と教師を守ります。彼らに危害を加えようとする者は誰でも私を阻止します。何人かの神父や腹増しがここに来てそれを自慢するために力ずくで私を払おうとしたが、全員生徒に殴られて追い出された。残念ながら、私は生涯彼女ができたことも、女性と恋愛関係になったこともありません。でも、10年 A 組には私に思いを寄せている女の子がいます。彼女は私が幽霊であることを気にしていないようです。この関係がどのように発展するかを見てみましょう。これで全ての質問が解決されることを願っています。夜間に校舎全体を見学する必要があるため、ご希望であれば夜間の学校見学にご案内させていただきます。Thank you.